加護堤防日誌堤防部のメンバーで神奈川県城ヶ島へ遊びに来ました。イエーイ。ということでですね、これからみんなで堤防釣りにチャレンジしていきますよ。今日は一日堤防部一同力を合わせて頑張るぞ。放課後堤防チャレンジということでですね、頑張る気持ちはみんなやる気満々なんですけれども、実は堤防釣りは経験がほぼない4人でして、ここでですね今回放課後堤防チャレンジ最初のミッションはこちらになります。堤防釣りの基本を学ぼう。ということで、今回はこの方が先生としてお越しくださいました。第11代アングラーズアイドルの市木カレンさんです。はい、お願いします。アングラーズアイドルの市木カレンさんはアングラーズアイドル2020オーディションのファイナリスト。日本釣り用品工業会がプロデュースする釣り業界のイメージガールです。市木先生、今日は一日よろしくお願いします。じゃあ、今から仕掛けの説明に入ります。はい、これはサビキっていう仕掛けになるんですけど、アジだったりサバ、小さいサバ、小さい青物を狙う時に使っていく仕掛けです。今回は小さな網エビを巻き餌にマアジを釣るサビキ釣り。薄いゴムを巻いた釣り針がたくさんついてるサビキ仕掛けを使用します。竿を上げ下げして巻き餌を巻いたり、釣り針を動かして魚にアピールする動作をサビクということから、サビキ釣りって呼ばれてるんだって。じゃあみんな後ろに竿が用意してあるので持ってください。わーすごい、長さが違う。ね、長さ違うね。夏美ちゃんはシーバス用かな。あ、いいシーバス、やってみたぞ。ね、みんなやってみたぞ。けど今日やるのはみんなの、はい、あ、長いねこれ、すごい、めちゃくちゃ長いね。長いってなります。ここに糸、ガイド、糸を通すガイドって言うんだけど、ここにみんなこうスナップって言って、はい、仕掛けを引っ掛ける、どれ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 、あのね、ここにね、これか、これか、そうそうそう、それがあるので一回それを取ってもらって、はい、はい、取れました。で、皆さんにこれをつけてもらいます。はい、はい、多分一緒だと思う。一緒で、ここの三角が下になります。これそのままつけてる。ありがとうございます。で、これをこれを引っ掛けるだけ。引っ掛けて止める。大丈夫、できた、できました。あ、できた、できた、できた。待って待って待って、できました。夏美だ、夏美だ。どれでやんのこれ。これ挟んで、はい、グーってやる。あ、グーってやる。ありがとう。大丈夫、ちょっとわちゃわちゃしてます。大丈夫、手首をバチバチしてます。うおー、できた、できた、オッケー。で、で、夏美ちゃんがラジオで当てたやつ。おー、そうなんです。これいいの。そうじゃん、カーチ当てる。かわいらって名前も書いてあるじゃん。いいの、いいの。で、私たちはこれを、はい、いいもん、こっちもあるから。おー、あ、こんな長いんだ。そう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 、かわいい。これで、で、ひなが表紙で持ってるやつだ。これがフルで釣れるかどうかのやつ。そうだ、え、それを持ったら達人すぎる。ねえ、ね、はい、じゃあみんな仕掛けがつけ終わったというところで餌を入れていきます。はい、はい、ね、キラキラと普通のがあるんだけど、どっちがいい？あ、キラキラ、キラキラ。じゃあキラキラにしよう。キラキラ、キラキラ、あれじゃない？ね、あれで、はい、そう、ラジオでタカチが当てたやつ。そうなんだ。アミ姫、せっかくだから使って、ぜひ。うん、こちらでございます。せっかくだから。アミ姫。キラキラ、キラキラ。これ匂いがね、フルーティーって書いてあるから。匂いが。これ袋の上からでもすごいいい匂いしてる。そうそうそう。え、嗅いでみたい。え、すごい。臭くない、全然いない。なにこれ、ぶどう、なに、なんかね、ぶどうだ、果実の匂いがする。ぶどうとエビのせんべい。あ、エビせんべい、エビせんべい。これをエビせんべい、このカゴに入れていきます。カゴに、カゴに。はい。
ミュッてした。そうミュッてしてこれパカッてすか、パカッて、おい、はい、なんかあれみたい、あの塩から塩辛みたい、たっぷり、ちいちゃん、はい、どうぞ。下の上がね、絡んでる。あ、ほんとに、よし、これかな、これかな、あ、ごめん、あ、ほんとだ、ほんとだ、ついてる、よいしょ、あ、エビせん、ここ、はい、よ、パカッとして、エビせん出ないね、出ないです、よく考えたら、あ、それで、これで、これ上に窓を合わせる、よし、合わせる、ずるいずるい、やりたい、きた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 、来てくれ、で揺らしたり上げたり下げたりで、はい、よいしょ、お、私も欲しい、どうぞ、くる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 、頼む、来てくれ、来てくれ、あれ、あ、餌なくなったね、釣りたいんだ、釣りたいんだ、君たちも釣られたいだろう、釣られたいかな、あ、いるいる、いる、あ、ほら、来たよ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 来た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 、めっちゃいるめっちゃいる、誘っちゃおう誘っちゃおう、で、お互いの糸がちょっと絡まないようにそれだけ気をつけて、え、タカチン方ばっか行くじゃん、もう揺らして餌を出してあげる、はい、カゴから、餌を出す、カゴから出す、で、その魚がいる、魚が針にかからないと結局釣れないから、はい、魚より下に針があっても意味ないし、あ、その、ちょうどいい深さ、うん、を魚と合わせてあげる、ちょうどいいよ、そうそうそう、揺らしてアピールしてあげる、こっちを入れてみよう、おいしいよ、おいしいよ、やばいかもしれません、あ、大丈夫、寝がかり、これが、うん、来ないよ、あ、さっさの方、あ、行った、あけさの方行った、なんで、あけさの方、私ね、まだね、ちょっと準備中っていうかデニムに、やばいかもしれない、あ、そうだ、寝がかりしております、寝がかりしました、潮長早くないですか、早い、めちゃくちゃ早い、この重さが何なのかがわからない、もうめっちゃ持ってかれる、流れてもう全然、ダメだ、待って、チュル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 、あー、よかった、え、取れてた、今疲れてました多分、嘘、早かったです、すごいじゃん、さっさ疲れたって、嘘、さすが部長、来てる、いけてる、わかんないですわかんなくなりました、あら、潮の流れなのか何なのかね、難しいね、そうなんですよ、うん、流れが早いね結構、うん、めっちゃ早い、悔しいな、あ、お、あれ？あれ？いた！やったー！すごい！うわー！うわー！すごいじゃん！やったー！ビギナーズラックですよ、これが。いけるもんなんだね。いけるもんですよ、これでみんな。希望が持てたよ。本当ですか？うん、頑張ろう。もしかしたらこっちの極みの方がいいのかも。キラキラより。合ってるのかな？あ、向こうはキラキラを使ってるからね。じゃあこっちでこっそり、こっそりキラキラじゃない方を使いましょう。青がいいかもしれない。よっしゃー。ありだぞ。絡まっていく。1年生たちは気づいてないぞ。よっしゃー。気づいてないぞ。いいですか、ね、まだ。で、間違えて食べて。間違えて食べて。あー、そう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 。全然、全然かかりもしないぜ。来てくれない。来てくれない。悔しい。でも、横でさっさが釣ってるから絶対釣れる気がするんだ。たまたまです。やばい。残り5分。ちょ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 。一回くらい釣りたいですよね、これ。あ、出てこないかな。ちょっと上げてみましょうかね。でで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 。うん。
しれないですね。負けてらんねえぞ。へっへっへ。上からイエーイっつって巻き絵してもらうのが一番ですかね。ちょっと向こうに移動して巻き絵してもらえないかな。残り5分でしょ。ちょっとブーストかけないと無理ですよね。そう、止まった。来てる、来てる。あ、止まった。止まった。ね、行かないで。ちょっとだけ巻いてあげる。あ、待って。そうそうそう。あ、待って。ピンって糸が鳴ったら、私のところには誰もいなくなった。おませ全然もっと沈めてエサエサ、うん、全然大丈夫、うん、誰かいますか、誰かいますか、返事がありません。誰もいないみたいです。違うところに投げてみましょう。よし、それこっちにも巻き絵してほしい。えい、おちゃん目覚めに揺らしたりとかするするする。そうそうそう、くる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 、トゥントゥン、誰かいますか、誰かいますか。あ、来た、いる、来てる来てる、来たよ来たよ、間違えて食べて。青いキラキラくん、君のことだよ。来い、餌入れよっか、餌入れます、来てくれ、来てくれ、間違えて食べて。あ、いいよいいよ、そんなの間違えて食べて。してるのも作戦だからね。あ、寄ってきた寄ってきた。あと1分。餌ないけど食べて。全然かかんない、ツンとも来ない、なくなっちゃった、餌がなくなった。いや、全然釣れないね。一匹釣れたけど、でもちっちゃいのだったからさ、うん、あ、そうかそうか、うん、あの質問です、はい、ちょいちょい気になってたんですけど、うん、あれって何なんですか、あれあれあれって、うん、どれ、あー、とりあえず釣りを始める基本をマスターした堤防部メンバー、やる気は人一倍だが、つけ焼き場の知識と腕で魚は釣れるのかな。次回、放課後堤防チャレンジボリューム2、お楽しみに。